やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは総動仮面ライダーセーバーブック10から、こちらですね、ストリウス、こちらのボディとアーマーの、動画を今日は見ていただきたいと思います。それではまずシールを貼った状態のものから見ていきましょう。ボディがこちらでございます。ボディの方はね、結構シール貼るの大変でしたね。これなんとか全部シール貼りましたけど、この完成するまでが結構大変なんで、一番ちょっと悲しいのがね、唐突がちょっとまだ目立ってしまうのが、一生懸命直したんですけどできないとかってのがちょっと残念でございます。こちらアーマーの部分ですね。何が大変だったかっていうと、アーマーの部分のこの肩ですよね。肩のこのギザギザまでちゃんとシールを、貼ったってところがちょっと大変でした。この部分がね、ちょっとムラがありますけど、なかなか、うまくできません。あと顔マスクですけど、この緑色のね、触覚の部分がなんかうまくいったのかいってないのか分かりませんけど、なんとなく、できるようになったのが自分では、なんとも言えない部分でございます。さあ、ストリウス完成しました。こちらの感じになります。皆さんはどうですか？これ結構作るのもシール貼りが大変だったと思います。改めてもう一回見ていくと、この銀と金のね、このリングみたいなところですね、これ意外と難しそうで簡単でした、で顔のシールはね、ちょっとあちこちシワができてるのが悔しいですけど、でもそれが逆になんか顔のね、なんか骨格の感触が出てて、私はかっこいいと思ってます。あとは足の部分シール、貼りましたけど、後ろはこのスカートみたいなやつで見えないのがすごくいい感じにできてるんじゃないかと思いますが、あとこのトゲトゲはね、これはしょうがないですよ、これはまあしょうがない、後ろ、真っ黒ですけど、この赤と黒のねスカートの出来具合が何とも言えない、感触うまく成功しました。手首パーツを開いてる手に変えて、簡単なファイティングポーズみたいな感じのものを撮ってみました。足だけじゃなくてこのスカートがバランス取れるので、結構無理したポーズを取ったりしてもバランスが崩れないのがなかなかいいと思います。この騒動のいいところで、このスカートがね、ついてるキャラが私結構バランスを取りやすくなってるんでたまりません。この足のところ模様のシールだったんですけどね、なんかちょっと失敗した感が逆にうまくいったかなっていう感じがいたします。私の勝手な解釈です。後ろはしょうがないでしょ、これはね、ノースが自力で頑張って直していきたいと思ってます。いやー、本当にでもこう構えてる手、なかなかよくできてると思います。付属している手首パーツ、バスターと、スラッシュの手首パーツですね、腕が結構手首が曲がった感じで使えたので、この2つを使ってアクションのシーンをやってみました。なかなかね、こういうパーツがところどころ入ってるのも新しい試みですよね。紹介するにあたってこんな感じのアクションを取りながら手首パーツを使ってみました。さあ、いかがだったでしょうか。今回ストリウス、あと手首パーツを使ったバスターとスラッシュ見ていただきました。こちらの方もね、ほんと他のキャラのねパーツが入ってるっていう、今回の騒動は本当にね、ありがたいっちゃありがたいですけどね、結構、大変ではございますが、この動画撮りがいがあるといえばそういう感じの、捉え方をするとなかなかいいと思います。まずは、メギドでまず第1話がストリウス見ていただきました。ちょっと他のを出していくのにもね、ちょこちょこ時間かかって他の動画も入れながらやっていきたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。